マーラ皇位戦は第一回十字軍の工場戦の一つ。198年11月から12月までアンティオキアの南にあるシリア北西部の都市マーラを舞台に戦われた。十字軍は工場戦の末マーラを占領したが占領後に飢えた兵士らが市民の死体を食べる人に苦食を行ったという話が 西洋の年代記作者やムスリムの年代記作者らにより記録されている。この3階の記憶はムスリムの間に何世紀も残ることになった。198年6月終わり、トゥールーズ・ハクレーモンやタラント・コーボエモンに率いられた十字軍は半年以上にわたったアンティオキア後為戦で勝利を収めた。十字軍はこの後、炎天下の行軍を避けるためとして、 エルサレムへ直ちに向かわず、アンティオキアに泊まり、さらに秋を越えて、冬までシリア北西部に残ることになる。彼らは、その間、近隣の農村などを襲い食料を挑発した。十字軍は補給船を築いて防衛することが得意ではなく、このため軍内において、飢餓や装備の不足などが広範囲に発生することになった。アンティオキア陥落直後の1098年7月。 騎士で、レーモンドさん、ジルの部下のレーモンピレが、兵士の一団を率いて、食糧調発の遠征に出て、アンティオキアから、南のダマスカスへの街道上にある、城郭都市マーラを襲った。彼らは、マーラに駐屯する、はるかに大人数のムスリム軍と戦い、多数の犠牲を出した上、戦利品などすべてを奪われた。夏の間、アンティオキア南方の、 小さな町を多数襲った十字軍は、秋も深まった十一月に再び、マーラを襲った。十一月終わり頃、レーモンとボエモンに引きられた数千人からなる十字軍が、マーラの包囲を開始した。最初のうち、マーラ市民は惨めに撃退されたレーモンピレラの、舞台との戦いの経験から、十字軍の勢力を甘く、見ていた。これに対し今回の十字軍は、 本体と言える規模のものだったが、十字軍側も冬を迎えた上に食料が少なく、長い行為戦を戦い抜くだけの力はなかった。また強い城壁と深い堀を巡らしたマールらの町の守りを破ることができなかった。都市民による民兵や戦いの経験のない住民だからなる町の守り手は十字軍による包囲を2週間ほど耐え抜いた。その間に十字軍は、 工場等を構築して、城壁の上に兵士を渡そうとし、同時に町の反対側の手薄な城壁にはしごをかけて、岸らを登らせ始めた。十字軍は戦闘の末、12月11日に回ったの城壁場を占領し、市民らは市内に引き上げ、十字軍は市内への突入をひとまず待った。双方はその夜、翌日の戦いに備えて、急速に入ったが、 十字軍の内貧しい兵士らが市内に乱入して略奪を始めた。12月12日の朝、守備兵は十字軍の指揮官の一人であるボエモンと交渉に入り、降伏すれば安全を保障するという約束を引き出した。ムスリムの民兵や市民たちは降伏したが、たちまち十字軍により虐殺された。ボエモンは町の城壁と等を掌握していたが、 市内はもう一人の指揮官であるレーモンが掌握していた。二人は仲が悪く、マーラ全体を誰が占領するかで言い,い争いを続けており、指揮系統は機能せず、ボエモンと守備隊の交わした降伏の条件はレーモンの部からの元には届かなかった。後為戦後、十字軍はマーラの城壁を壊し始めた。一方、兵士らはレーモンに対して、 エルサレムへの追イも早い行進を主張し、ボエモンや諸侯との争いを延々と続けるレーモンを突き上げた。最後にはレーモンも折れ、他の諸侯から行軍への理解を得るための折衝を始めた。エルサレムへの行進は、翌1099年1月に再開された。1月13日には松明を手にした十字軍が、マーラの家々に火をつけて回り、城壁のみならず町も、 完全に破壊された。マーラは十字軍の将兵が期待したほど豊かな街ではなく、略奪しても十字軍の食料や金品や装備の不足を補うことはできなかった。加えて冬も近づいていた。レーモンダがエルサレムへの抗軍再開の折衝をアンティオキアで続けている間、植えた将兵はムスリムの市民の死体を食べ始めたとされる。年代記作家カンノラウルが書いた。 ゲスタタンクレーディには次のようにある。あるものによれば、彼らは、食料を不足のためやむなく、異教徒の大人を鍋で煮て、子供は鉄串に突き刺して炙り焼いてむさぼり食った。シャルトルの風刺も、エルサレムへの巡礼者の辞責でこの事件について、次のように書く。これを語るには、身震いがする。我が民の多くが、あまりにも過酷な上による狂気に苛まれ、死んでいる。 サラセン人たちから尻肉を切り取って刻み調理をした。しかしまだ肉に十分火の通っていないうちに、ネイマな口でむさぼり食ったのだ。X のアルベールはこう書く。キリスト教徒は殺した、トルコ人やサラセン人を食べるに躊躇しなかったのみならず、犬まで食べた。ありがとうございます。